グループソニーフィナンシャルホールディングスソニー銀行ソニー銀行株式会社はソニーフィナンシャルホールディングス参加にある新たな形態の銀行に分類されるネット銀行通称ソニーバンク2001年4月2日にソニー三井住友銀行などの出資により設立同年6月11日より事業を開始ソニー銀行をはじめとした金融事業は 2018年に発表したソニーグループの既経営計画において重点戦略であるリカーリングを担う中核ビジネスの位置づけ取引提供サイトの名称はマネーキットネット銀行の先発として参入したジャパンネット銀行や IY バンク銀行が決済手数料を収益の柱とした低コスト運営の銀行を目指したのに対してソニー銀行は 個人の資産管理の道具となることを目指して設立された。日経金融機関ランキングでは2007年から2015年と9年連続顧客満足度1位。オリコン顧客満足度は2019年、2020年に顧客満足度第1位。一人当たりの預金残高はトップレベル。預金残高はネット銀行では異例である1兆円を記録し、 2015年3月31日時点では1兆8782億円に達した。2018年度のリテールバランスは4.2兆円に達する見込み。外貨預金、投資信託などの運用商品の取引手数料と住宅ローンなどの利息収入を収益の柱に据えている。外貨預金の為替手数料の安さと取り扱う通貨の種類は業界随一。 ソニーバンクボレットを通じた外貨預金残高は2018年度に4300億円に達する見込みであり、メガバンクに次ぐ水準。2017年12は、高島やプラチナデビットカードの発を開始する、等、利便性向上と提携、広ぐにより、顧客基盤の広ぐを図っている。2002年に、インターネット専業銀行では、最初に住宅ローンの取扱いを開始した。 市場金利に連動した貸し出し利率、金利タイプの変更がいつでも可能。保証会社を使わないため保証料が不要であり、インターネットバンキングと郵送による書面のやり取りだけで完結する点を売りにしていた。2007年頃より、金融持ち株会社参加のソニー生命保険と銀行代理業を締結し、同社のライフプランナーを媒介した住宅ローンの申し込み業務を開始。 2010年には東京駅八重洲口前のビルにソニー銀行発の有人拠点として住宅ローオンプラザを開設した。2018年業界発の AI 審査を導入し審査期間の短縮とコスト効率を改善している。振込手数料はソニー銀行同士は無料。他行当ては2021年9月現在毎月2回目の振込実行分は無料となっていて 三回目以降は一律220円である。また、設定によってログイン後の画面をポストペットのものにすることも可能で、これを目当てに講座を開設する顧客も存在する。ポストペットから貯金に関してのアドバイスや応援メッセージを受け取ることができ、他行にはない移植のサービスである。2017年8月、投資型クラウドファンディングとして、 ベンチャー企業の市調達ニーズと投資家の資運、ニーズをインターネット上で結びつけるプラットフォーム事業を開始している。環状系システムには富士通製の W バンクを採用している。2020年1月、環状系システムのプラットフォームに Amazon のパブリッククラウドサービスである AWS を採用する方針を発表した。 また環状系アプリケーションは富士通が開発している富士通バンキングアズ A サービスの採用を検討していると報じられている形式上な店舗は本店営業部のみで窓口は存在しない2010年6月に同社初の窓口拠点となる住宅ローンプラザをヤンマー東京ビル1階に開設したが住宅ローンの相談業務を行うのみで窓口業務は行わない なお、2017年7月31日で現場所での営業を終了し、9月1日に場所を銀座プレイスへ移転、名称もソニー銀行コンサルティングプラザと変更した。2020年現在以下の企業と銀行代理業を締結しており、各社の拠点を通じて住宅ローンなどの申し込み業務を受け付けている。預金の入出金やカードローンの利用は、 以下の低計画社業の現金、自動預け入れ払いで旗で行う。かつては、セブン銀行、イオン銀行 ATM では、入金、出金とも、時間帯、回数に関係なく、下記の利用可能時間帯に、全日無料で利用できたが、2019年1月7日から、手数料改定により、出金については、常時無制限無料から、 通3月4回から最大無制限無料に変更となった。また、それ以外の定携 ATM での出勤も通3月4回から最大無制限無料へ変更となった。入金はこれまで通り無制限無料である。ATM におけるキャッシュカードの暗証番号の変更手続きはセブン銀行の ATM で取り扱い可能。現金自動預け入れ払い出の稼働時間内で あれば、いつでも変更可能。オフィシャルカードとして、ソニーファイナンスインターナショナルから事業を継承したソニーカードを発行していたが、2015年1月31日をもって取り扱いを終了した。現在は三井住友カード株式会社が発行するソニーカードクラシック、ソニーカードゴールドに移行している。この他、 クレディセゾンと提携したマニキットセゾンアメリカンエキスプレスカードマニキットセゾン JCB カードの両商品も存在するが新規の受付は2011年5月1日以降停止している両商品とも既存会員は継続して利用可能であるがソニー銀行の口座を解約した場合は利用できなくなる2020年8月現在ソニー銀行において 口座振り替えに対応しているカード会社は、三井住友カードや JCB、楽天カードなど複数社に拡大しているが、三菱 UFJ ニコスやアメリカンエキスプレスなど対応していない会社も存在する。また、カード以外にも保険や不動産会社の口座振り替えも同グループであるソニー生命やソニー損保を含む複数社が対応している。 各種公共料金については、利用代金の自動振り替えを取り扱っていないが、公共料金については、ソニー銀行口座で決済ができるクレジットカードを利用して、支払いができる場合もある。スフィーからの事業継承に伴い、同社と入れ替わる形で、クレジットカードなどの信用審査を行うために、以下の信用情報機関に加盟する。ソニー銀行が2016年1月4日より、 発行を開始したキャッシュカード券デビットカード。決済ブランドはビザを採用している。一般的なビザデビットカードとしてショッピングが可能なほか、海外の ATM においてソニー銀行の外貨預金口座にある外貨をそのまま引き出す機能がある。対応する通貨は米ドルやユーロなど11通貨。国内での決済ではステージに応じて、 決済額の0.5%から2%のキャッシュバックを得ることができる。またソニーストアで利用すると3%割引になる。2019年9月19日発行部によりビザのタッチ決済に対応した。ソニー銀行は以下の3社を連結対象の子会社にしている。ありがとうございます。